皆さんこんにちは、十太郎ジュニアです。茨城県のお仕事終わりました。さあ今日はこれです。じゃじゃーん、ジュニア君気にしてますが、今日はなんとジュニア君埼玉県からわざわざ、ね、YouTube のファンの方が来てくださいました。 R さんありがとうございます。いろいろあるんだよね。してこちらナマズコーラ、なんか埼玉県吉川市はあれなんですかね、ナマズが有名なんですかね。ほらナマズせんべい、ナマズせんべいもいただきまして、そしてジュニア君これフルーチェ、これ牛乳で作るやつ。ん？今牛乳ないから作れないよ。ほら、濃厚マンゴーグアバブルーベリーブドウだって。また帰って作ってあげましょう。プチトマトです。プチトマトいただきましたジュニア君。ということで今日はジュニア君にはじゃん、トマトあげてみます。口の中に何個プチトマト入るかチャレンジしてみましょうかね。ちょっと待ってよ。ジュニア君もう手が伸びそうになってる。ちょっと待って待って待ってください。まず1個、はい2個、座って3個、はい4個、座って5個、お5個入った、はい6個、あれそれもトマトでしょ多分。緑のやつは違った、6個入った。ごめんもう緑のしかない。ということでジュニア君今日の記録トマト6個口に入りました。まだ入るねえ、まだ入りそうだったね。すごい、こっち向いて、ほら頬袋パンパン、すごいね、余裕。そうこっち向いて、美味しいでしょ。なんで緑のトマト食べないのジュニア君。これトマトだよそれね。うん赤いトマトと変わらないじゃん味ね、晩ご飯前でお腹空いてたでしょね。今度ちょっともうちょっとプチトマト準備してチャレンジしてみますかね。さあということで R さんありがとうございました。帰ってみんなと食べたいと思います。ジュニア君茨城県で頑張りました。あ、来週の土日は東京に行きます。頑張りましょう。いいですか、以上ジュニア君でした。茨城県の皆さん応援ありがとうございました。バイバーイ。